この番組はアマチュアの持つ全ての力の提供でお送りいたします。
も NHK 系列で大人気キャラクターにゃんちゅうの兄ちゃんにめんちゅうやんお願いしまーす。君たちド素人芸人を立派な芸人にするためにやってきた、つまりバラエティの曲を教える師匠なのドレンス。ふざけんなよ。何だよ。ナシスト。いや、今日は岸久米映画乗るジープのマフラーに角砂糖を入れるって聞いてるけど。どんなの？そっちおいでここ来てる。何をする気だよ。いやいや、もうあんな猫がもう無視していいでしょ、もう。二酸化炭素で安楽さでいいでしょ、もうこんなもん。いいでしょよ、ね、やろ。何なんだよ。そんな企画は一切やらないです。まだ言うか。多分あいつはいいやつだよ。あ、そうなの？俺らですよね。よくしてくれますよ。話聞く話を。まあ、話聞こう。ということで、君たちアマチュア芸人にやってもらう最初の企画はこれだにゃん。スクランブル交差点、あの渋谷のところの。ああ、あの知ってます。人がめっちゃ来るところでしょ。人口密度がめっちゃ高いね。そこでみんなが見たくなるような番宣をみんなでしてもらうわけにゃん。ルールは簡単。渋谷駅前のスクランブル交差点の信号が青になった瞬間スタート。どう番宣するかはアマチュア芸人次第だ。難しいよね。人多いでしょ、今日。人が多いぞ。ホットでのゆるキャラにね、そんなこと言われたところで動かんよ、俺らここ。じゃあ、今から早速現場に向かってもらうにゃん。行こうにゃん。聞いてんのかよ。まあでもとりあえず今日指令来ましたからね、行くしかないですよ、もう。直してくるよ。遠いよ。ゴールデンウィークだよ。角砂糖どうすんの。と、その前にアマチュアリンク企画提案書。なんだってどんどん当ててくから、はい、これ書くの、はい、どんどんそれに書いて答えてて、書いてください。何の返事なんだ。はい、何の返事だ。え、もう行くの。はい、佐々木。かすかな記憶をたどり、かすかな記憶を頼りにペンを走らせました、ラオ博士。それ企画じゃない。これ何がしたい。その孫ラナ。さっき書いてただろ。書いただろ、お前なんか言ってる間に。ちゃんとした企画書いて、ちゃんとこれができる企画。いや、ちゃんとアクション。おい、いけ。大捜査、アマチュアリンクメンバーのプライベート。あー、これはいいですね。裏側をね、まあ、みんな知らないから。はいはいはい、はい、これはいつかやりましょう。はい、やりましょう。これいいですね。家とかも行くの。家とかもちょっと調べちゃった。これね、マジ全部もうやられてんだよ。あ、そうか。それはだから、この番組で、番組で流れてる。やったやった、俺がやった。じゃあなんか女と同棲しだしてから、俺が急に帰るって言い出して、俺がマスオチョップ引き連れて行ったんだよ、コアの前に。こうやって一人金髪だもん。カメラ回ってないとこでやってんじゃん。もう行ってきたらなんか3人溜まってる。それだから取りに行くから。あ、これ面白い。やめよ、そのタイプやめよ。他じゃあリンじゃないの。あ、俺ね、はい、あれやんの。全国のコンビニの冷凍庫に入る。アイスのところ。そう、アイスの中入って、これが一番アイスの夏向けだね。夏向けやろうやろう。すげえ、こうやろう。季節的な企画です。季節物。なんでもう行く気になってんだよ。違う、まだやんない。行こう行こう。まだやんないし、まだやんないし、多分やらない。いや、まだやんないし、そっちの方向ではない。すぐやろ。あと夏物で、あとはスズメバチの駆除。それ僕らやること。2本立ててやろう。早くワキ君畳みかけて、早くワキ君畳みかけて、早くワキ君、早く。あと、下手すさいが。じゃあそれもだから、豪華な気持ちをしろ。そう、これやろう。マッキー早く、もっと早く。マッキー早く。あと台風で空を行こう。持ち時間多くない、持ち時間多くない。コンビだけ古いよ、古いよ。やればいいじゃん。4連チャンで答えてるよね。